ここコリアンドル村の外れにオーブが安置されていたというのがリパンに残る最後の記録でした。なんでこんなひなびた村に？当時はおそらくもっと栄えていたのでしょう。当時というと？文献は500年以上昔のものでした。よくそんなものが残ってたな。リパンはもともとオーブの守護者一族が分派して起こした国だからさ。お詳しいですね。中心として当然の教養だ。すみません、私は知りませんでした。過去は風化するものだ。では行きましょう。